こんにちは、ミラーです。今回は、ボーンの名前を CSV で一括変換するアドオンをご紹介したいと思います。ミクミクダンスやマヤのヒューマン IK などのボーン名は、ブレンダーの命名規則上では左右対称と判定されず、ウェイトペイントやポーズ編集時にミラー編集ができません。このアドオンは、ボーン名を一時的に左右対称なボーン名に変換し、作業することを目的として作成しました。それでは使い方をご説明します。インストールはダウンロードしてきた ZIP ファイルをそのままインストールし、設定を保存してください。すると、このようにサイドメニューに UI が現れます。ここでは MMD を例に作業を行います。まず最初に現在のボーン名の情報を CSV に書き出します。アーマチュアを選択し、出力するファイル名を入力します。そして、エクスポート CSV ボタンを押します。すると、このように CSV ファイルが出力されます。これを Excel や LibreOffice などの表計算ソフトで編集します。このように1列目に現在のボーン名、3列目にポーズモードでのボーンの表示、非表示の状態が出力されます。1行目はコメント行となります。各列がどのような情報を表しているか記載されています。2列目が変換したいボーン名になりますので、各行を入力していきます。入力できました。変換先ボーン名は必要なボーン名だけ入力すれば大丈夫です。ボーン名、変換先ボーン名が空欄のボーンは変換処理が無視されるように作ってあります。CSV の編集が終わったら内容を保存してファイルを閉じます。ブレンダーに戻り、変換処理を行います。名前の変換は、このコンバートネームボタンで行います。リプレイスドを選択し、ボタンを押します。すると、このように CSV の変換テーブルに基づいて、ボーン名の変換が行われます。ボーン名変換後は、このように、ミラー編集が行えるようになります。このオリジナルとリプレイス度は、ボーン名の変換をどのように行うかを設定します。オリジナルを選択していると、
CSV の2列目の名前を1列目の名前に変換します。リプレイスドを選択していると、CSV の1列目の名前を2列目の名前に変換します。このように CSV ファイルの各行で対応する1列目と2列目の名前をいつでも相互に変換することができます。次にこのセットハイドボタンの説明です。このボタンはポーズモードでのボタンの表示・非表示を設定します。ここでのオリジナルとリプレイスドは現在のボーン名がオリジナルなのか、変換後のボーン名なのかを選択します。試しに CSV ファイルで全てのボーンを非表示にするように記載してみたいと思います。CSV ファイルを開き、3列目を全て true と記載します。true となっている行のボーンが非表示になります。CSV ファイルを保存した後、ブレンダーに戻り、現在はオリジナルのお名前なので、オリジナルを選択し、セットハイドボタンを押します。すると、CSV ファイルに記載した通り、ボーンが非表示になります。最後に、CSV 出力機能の詳細を説明します。こちらにもオリジナルとリプレイスドがありますが、これは現在のボーン名がオリジナル名なのか、変換後の名前なのかを表しています。オリジナルが選択されている場合は、現在のボーン名を CSV の1列目に出力します。リプレイスドが選択されている場合には、2列目に出力します。クリーンとアップデートですが、これはすでに CSV ファイルが存在する場合の処理を設定します。クリーンを選択すると、現在 CSV に記載されている内容を一旦削除して、現在のボーンの情報を出力します。アップデートを選択すると、CSV ファイルに一致するボーン名がある場合には、ボーンの表示・非表示の情報のみを更新し、変換後のボーン名はそのままにします。試しにボーンを増やして、アップデートを選択して CSV に出力してみます。するとこのようにバックアップファイルが保存され、元のファイルに追加したボーンの名前が、ボーンの行が追加されます。アップデートの場合は、元の変換テーブルは保持されます。
説明は以上です。現在はボーン名とボーンの表示・非表示しか対応していませんが、要望があれば他の情報も CSV で一括変換するような実装も可能です。欲しいと思う方はコメントをいただければと思います。ご視聴ありがとうございました。